磯玉はね、一人暮らしやった友達がやってて、なんかいいらしい。新ハサミマジ楽ですよ。ボール。落ちていってしまった。なんか食器のさ置くとこめっちゃ迷っててさ、スペースが全然ないのよ。だから洗った食器どこに置こうかなって思ってて、突っ張り棒をつけてその上にあの棚みたいなやつをさ作ればいいんじゃないかって思ったの。スペースを、空間をねちょっと有効活用したいので、あんまり物は増やしたくないけど、そうあれですね、洗った後の皿をどうしたらいいのかっていう、シンクの中に置いとけるザルみたいなカゴみたいなのをいただいたんですけれども、シンクがマジでちっちゃすぎてそれ置くとね、もうカゴで埋まっちゃうんですね、シンクが。だからちょっとどうしようかなって。バレンタイン前日に味噌玉作るとこがゆかちゃんらしい。なんか切なくなってくるよね、こんな味噌玉作ってるんですよ。うわ、お米のいい匂いがしてきた。味噌玉、味噌玉レシピ、いいですね。うわ最高やん。一食分が味噌小さじ1とかスプーンとかですればいいか。うわお腹空いてきた、美味しそう。最高じゃん。長ネギ 100g、かっこいい。1本長ネギ 100g、これ30しかない。結構いっぱいあるよね、ネギ。これはもう切ってあるから、これ入れて油揚げ1枚。味噌150、ルールわかんない、大さじ4。スプーンが作るか。スプーンが大体中さじぐらいかな。味噌玉作ります。ほうれん草とかもね、食べる前にちょっと振りかけてお湯注ぐのもよし。そう、刻みネギなら何でも。あ、これ青ネギじゃない、青ネギとの
青ネギのがになんか辛いですよね。大きいやつ。これはちっちゃめのなんか小口のネギ。うわ、なんか言っとる。37分ぐらいで切るってことは37分後までに味噌玉を作って、なるほど、油揚げは、薄めに切ります。主食はどうなされるの？お楽しみにです。まずボウルにネギ入れちゃう。めっちゃあるけど、こんなにって思うんですけど、いっちゃっていいみたいです。こんなにいっぱい、ちょっと残しとこう今日の夕飯用に。15等分したときにこんぐらい入るってこと。私あんまネギ多め好きじゃないんで、ちょっと減らします。ちょっと残しつつな感じで。ネギと新ペーパーで挟む。けいちゃんのお店行ってきた。行ってないの。でも前回ね買った帽子です。これはエミみやちゃん。油揚げ1枚、乾燥わかめ大さじ4、わかめ入れちゃおうって。なんかおにぎりにさ、あ、ちょっと濃いめ、おいしい。そのまま食べるやつじゃないけど、ちょっとおいしい、好きすぎて食べちゃった。で大さじ4、大さじ1、2、すごい地面みたいな音してる。乾燥わかめ、なんか食べたくなっちゃいますよね、わかめを見ると。今の時点でこんな感じね。で、あとはだし大さじ2。大さじ2ってことは大さじ2やから30。2分ぐらい入れてていいか。混ぜ込むタイプのさ、わかめめっちゃ好きやったの。
噌 150g を測る方法を教えてください。過失されてそうだね。150g やから、これも150でやってて、150これが 800g 入ってるから4分の1弱入れたらいいってことね。プロテイン測るやつならあるけど、それはちょっと違う。味噌に関してはちょっと全部口に入れたくなっちゃうんですよね。そうなの、胃で増えますよってコメント来た。増えるわかめ、わかめ見たら食べたくなっちゃう。たくらちゃんにゃん、私くしが今回使用する味噌はつる味噌、柳川のね。これをこれってどうやって取るの。これ取れるやつ？そう、これスーパーでね普通に売っとっちゃうけど、これ取れないやつ？これ確かにハサミでパッチンしちゃうか。これは合わせ味噌。おお、製氷機で作ったらどうですか。確かにそれもあり。だけど今回は丸めて作ります。こうやってポニってして、だいたい4分の1ぐらい入れちゃいいってことね。
訪れた夢さ、夜ならの声忘れはしないよ。こんなにも、まあ正直あれですよね、自分が食べれる分作りゃいい話よね。こんな感じなの。味噌って美味しいね。夜空の交換をしよう、バカらしくなって投げた午前三時。まず 15g ぐらいで作らんといかんってことやけん、なんか入れ忘れてないかな。あ、油揚げだ。かな、こんな感じで。どんな感じ？こんな感じでいいのか。で、油揚げは1枚でいいんだな。でも使わんから、いや2枚は行き過ぎかな。行っちゃおう。おいで。キッチンペーパーで挟む。細切りにします。これでいいみたい。細切りにして入れます。
やばい、あと14分でできちゃう。包丁ないけど、ちょっと洗うのめんどくさいんでキッチンバサミで過ごしていきたいっていう感じ。確実にね、物をちょっと増やさずにいこうと思ってます。これを細切りして入れていく。キッチンバサミってマジ便利だよね。細切りちょっと難しいな。なんか味噌吸っちゃうから辛くなるんだって。だから薄く切った方がいいらしいってネットに書いてある。時短の極みですね、キッチンバサミマジで。いや、なんかあの油揚げさ使わないかなと思ってさ、倍の量入れたんですけど、しっかりもう油揚げしか見えない状態にちょっと。でこれを混ぜ混ぜしたらあ、え、油揚げメインになる。え、大丈夫、え、これ大丈夫か、ちょっと大きかったかな。あ、大きかったな。あの油揚げです。まあまあ混ぜたら 15g ずつに分けていく。よく混ぜたら完成です。なるほどね。こうラップにしてさ、小分けにするのがいいかなって思ってたけど、なんかいちいちするのめんどくさいから、もうまとめて保存しといて味噌汁作るときに 20g ずつすくって味噌玉として使うのもいいですとか言って。なるほど。ちょっと気が向いたらまとめようかな。今日は じゃーん、こんな感じになりました。味噌玉あと10分で炊けるよ。盛り上がってきましたね。で、絶対美味しいじゃんこんなの。何これ、どうやって混ぜる。とりあえずゴムで、よいしょ。実は今日はお肉があるんです。何をするかと言いますと、皆さん待望のたこ焼き器です。もう恋焦がれてたんじゃないですか。最近出てこないからちゃんと食べてるのかなって心配になってたんじゃないですか。
ょっと一旦綺麗にしよう。ルターたこ焼き、そういうことです。たこ焼きが来たということは今日は美味しいご飯を食べられるということです。電気落ちちゃわないかな、大丈夫かな。電気が落ちないことを願って。制覇したいんですよね、たこ焼きで作れるメニューを。まだめっちゃあるのよ、結構。今までオムライスボール、たこ焼き、ベビーカステラと作って参ったんですけれども、たこ焼き器で味噌玉作る確かに均一にはなるね、グラム数とか。いいね。でもちょっと今からたこ焼き器ね食べるんで、たこ焼き器食べないです、たこ焼き器食べない、たこ焼き器でご飯食べるんで、あと5分だ。お肉は美味しそう。すごい切り料理でも本出すという、まあ、大抵やってるってか、レシピ、誰かのレシピ見てるけどね。油揚げ完全に緩すぎてるな。ちょっと食パンかなっていうぐらいのモフモフ感。今日は何ができると思いますか？お楽しみに。よいしょ。お野菜は食べれてますか？トマトがね冷蔵庫にあります。ちょっと今日は食べないけど、カプレーゼを作ろうかな今度。カプレーゼ作りがち、めっちゃ好きなんよね。
きそう。どっちがいいかな、実は。私的にはね、これで飲みたいんですよ。茶碗皿やんってちょっとコメント来そうなんですけど、あと今日はお腹空いてないけど、あれやけど、あんまりお豆腐とキムチと納豆とかで食べるのも好き。やばい、美味しいご飯が食べられる予感しかしない。訪れてる、そう訪れてるらしいの。これどうしたらいいんだろうね。画質とかで更新とかできないの。つぶつぶ、あれ引き割りも美味しいけど、つぶつぶに行っちゃうかな。なんかつぶつぶ食べて育ったので。いいね、キムチとごま油最高やん。私ごま油好きすぎた、たこ焼き器料理するとき毎回ごま油使っちゃう。お湯が沸いたので、ちょっとこれね、一回食べてみて、どんぐらいのスプーン、どんぐらい味噌玉一回分かっていうのを分かりつつ、ちょっと食べてみたいと思います。こんぐらいかなと予想して食べます。いやちょっと少ないかな、揚げでね、ちょっと。今日はちょっとこれぐらい入れて飲んでみます。え、なにこれ、お米炊けたらどうしたらいいんか。これなんか混ぜたりするじゃん。わあ嬉しい。よし、あとお箸と。
米が炊けたので、混ぜます。美味しい、もう美味しい。はい、美味しい、もう美味しいです。これは確実に。やばい、ご飯手で食べる派やと思われる。お味噌汁もいただいてみようかしら。え、ちょっと生活力上がりすぎじゃない？お味噌汁もいただいてみようと思います。待って、もうオフじゃん。まだ美味しそう。いただきます。うん、おいしい。お味噌汁飲むとほっこりしますね。うん、猫舌なんです、めっちゃ。うん、おいしい。ほっとします。で、これ冷凍のほうれん草入れてもおいしそうだな。次やってみようと。今お味噌汁を作って飲みます、飲んでます。もう最高やんね。私いつも朝さ、フルーツグラノーラとかですぐさパパッと食べていくことが多いんだけど、磯玉があればお味噌汁と、で今日はご飯炊いたから明日も食べれるってこと。最高じゃん。で今から、炊飯器、これは保温とか押しとったがいいんかな。いいか、保温せんでいいわ別に。抜いちゃおうと。うわ、キムチ雑炊いいね。冷えご飯入れ、なるほどね。そしたらあれだ、別にレンジでチンとかしやんくても普通に冷えご飯を食べれる。それにしようと。キムチもあるし納豆もあるし最高です。たこ焼き器に今スイッチが入りました。
温泉と、うん、もうだって温めなきゃいけない、あったかいご飯食べる時ないので。あ、プレゼント届いてた。だってえ、お鍋とかピーラーとかとお洋服も来ました。ありがとうございます。晚上好、晚上好、你好吗。お味噌汁美味しすぎて感動した。ご飯はさ、ラップに包んで冷めたら冷蔵庫。じゃあラップに包んじゃっていいってことか。包んじゃう。没有，可是，哦，下午 ，this 现在，现在的日本，现在的日本は雨ですになっちゃった。高いですね。まずたこ焼き器のサイズぐらいのご飯を作ります。たこ焼き器あるあるなんですけど、これが若干手間かなっていう。味噌汁美味しいな。なんかあったかいご飯を食べるとやっぱほっこりしますね。皆さんは自炊してるの？
夜ご飯どうやって温めるの？あれにした、雑炊、毎日雑炊やね。お湯、ケトルがあるので、お湯とご飯、お湯とご飯系の何かを作る。さっき味噌玉でさ、キムチも入れたらなんかキムチ雑炊っぽくなりますよってコメントあったから、いいね、そういうのいいですね。レンジがあればね、卵を入れて混ぜてチンしたら卵、そうっす。てかなんならあれじゃない、てかオートミールの時にやってたのは、あのクバラの出汁と、なんか液体の出汁があってさ、クバラの出汁とお水とオートミールでおかゆしてた。あと卵、卵おかゆ、卵とご雑炊。インスタント味噌汁飲んでる、美味しいよね。なんか私はね、松茸のお吸い物でさ、茶碗蒸し作って食べたことある。おすすめ、レンジがある方はぜひ。なんかレシピ調べたら出てくるっちゃけど、茶碗蒸しがレンジで作れるんです。今見て、ご飯をね丸々にしとっちゃけど、丸々ご飯見てほしい。これせないかんちゃん、たこ焼き器するとき、スクショタイムどうぞただのご飯だけど、まだで、これをたこ焼き器のに入れていくわけさ。ブレイクタイムお味噌汁しようっと。わかめ増えてる、増えるわかめを入れましたけど、本当に増えてるわかめが。おいしい。
ョコじゃなくて味噌のバレンタイン前日ね。美味しいですね。温まりますね。今からちょっとこうたくさんもらえそうやね。今日安井ちゃん、ちびっこちゃんの安井ちゃんと、あと5期生のピナちゃんがねチョコレートくれました。明日公演のメンバーはさ、栗山ちゃんがなんか作ってくれるのかな。私出ないんだよね明日から。明後日ガチガチの投資リハがあるので、新公演の明日本当にありがたい。明日練習の時間があって、うん、どんどん健康的な食事になっている秋だし、ちょっとレシピ見ようと。米を丸めたのはいいものの、たこ焼き器で現在地が分かればお店や会社をお探しできますよ。セキュリティとプライバシー設定、まだ喋り途中でした。まだ喋っとる途中やったのに。たこ焼き器で暮らし簡単って回答けど、本当に簡単にできると。サラダ油なんだね。来るぞ。何を作ると思いますか。西ロハと12と12345678。体に気をつけてね。ありがとう。なんか味噌汁飲んだらめっちゃ健康になった気がしたわ。超健康体の気持ち今。
ご飯はいっぱい食べた方がいいですよ。健康的にね、生きていきましょう。先を強く使うな、このレシピ。え、めっちゃ楽しみなんですけど。こんなん絶対美味しいやん。今お肉をほどき中。もう美味しいって言ってる。なんかさ、スーパーとかでさ、買い出しに行かないかんわけやん。なんかいっぱいあってさ、全然わかんないくてさ、慣れるもんなんでしょうかね。すごいよね、なんかお母さんとかさ、パパッとさ、スーパーとかで買い物済ませたりして。ちょっと待ちきれへんので、もう第一弾いっちゃいます。油が跳ねた。跳ねたわけじゃないか。油をいっぱい入れたがゆえにピチャってなっちゃった。お箸でしようっと。取り乱しました。ちょっと一旦おにぎり入れて、
よいしょ。めっちゃいい音してまーす。やばい、いい音。これは超美味しいの予感。ちょっと熱くなってすっきりしんでる。できました。これさ、アヒージョとかしてもさ、やばそうだね、油。めっちゃ跳ねそう。割り熱いっちゃうけど。油を逆にキャッチしないとですね。1、2、3、4、5、6。油がいっぱい跳ねてます。なんか収まった。
お肉のほどくの難しいですね。肉ほどき。今真剣にお肉と向き合っています。パンになる料理なんてないだろ、そんな。美味しそうな音がしてるでしょ。美味しそうですよ、とっても。何作ってるか分かります？皆さん、そしてなん作ったと思う？めっちゃ油出る。いろんな予想コメントが届いております。
めっちゃ美味しそうやん。お肉一切れだけ余っちゃった。何に使うべき？これ。巻いちゃう。もうすぐお披露目できそうよ、皆さんに。これ一瞬写真撮れるんかな。みんなは更新して戻って、私がちょ数秒経ったら写真一旦撮ってまた戻ってくるので、更新ボタン押したらまた戻ってくれると思うから、皆さん右上とかにある、ちょっと一旦写真撮ってもいい？携帯で。これもし更新ボタン押さなかったらずっとくるくる回ったままでさ終わっちゃうから気をつけて。じゃあ一旦ちょっと写真撮ってきます。一瞬バイバーイ。実食帰ってきたよ。見てほしい。見てできました。美味しそう。では肉巻きおにぎりできた。どう？美味しそうじゃない？ちょっと緑とかも、あ、これも戻ってるので良かった。ではいただきたいと思います。
まだ食べない分、たこ焼き器に沈めちゃおう。めっちゃ美味しい。この時間に見たくなかったなって。油がいっぱい跳ねるので、そこは気をつけてください。で、味付けは焼肉のタレです。スクショタイムどうぞ。取れましたか？いただきます。おいしい。幸せなんですけど。めっちゃおいしい。ネギもいい感じでマッチしてます。味付けは焼肉のタレです。え、めちゃめちゃ美味しい。わ、オムライスボールよりって言おうとしたけど、オムライスボールはオムライスボールでね、良さがありましたね。どっちもいいのよね、結局。大成功ですね。おいしい。まためめむむさんにつぶやかれるかも。球体のものを食べていました。めっちゃ美味しいんじゃないですか。うん、どういうこと？
23時に出る笑顔やないねん。オールウェイズ笑顔よ私は。いやーいいですね。こう明日食べても美味しいかな。レンジでチンとかできたら。いやいやレンジはいらんです。そんな物増えちゃって。ちょっと模索してみよう。なんか蒸し器をねいただいた気がしたんだよな。だからそれで温めるのもありですね。たこ焼きって温まればいいのか。美味しい。初めてご飯を炊くというミッションも成功しました。うん、おいしい。このままで最高なんだけど。チーズあってもいいかなって思ったけど、でもちょっと脂っこくなっちゃうからこれがやっぱベストな気がするな。あの焼肉のタレ買うか迷ったんですよ。なんかあんま使わんかもなって思って。でも正解だったね。蒸しすぎる。ちょっと味噌汁で生活に彩りが出だしましたね。タレは甘口派。我が家は焼肉屋さん。うんうん、甘口。え、レンジでしょ。レンジ。レンジでチャーシュー。パスタ今日食べたんだけど。パスタ茹でたぞ。パスタ食べたんだけど、ソースにさレンジで温めてどうぞみたいな書いてあった。でもあれですね、ソースぐらいだったらあの蛇口のお湯でいけた。本日のお昼いただいたのはこちらボロネーゼ。あの親がね買い物にあの一緒行ってくれたので、ちょっといいやつをちょっと買って買いました。ボロネーゼ、ハコネーゼも美味しいですよね。お腹いっぱい。幸せだ。今日はいっぱいいっぱい踊ってね、ちょっと疲れちゃったので、美味しいご飯でも食べてほっこりしましょう。煙を出したかった。
なんか美味しい。寝る前に食べたくなってきたって。でもこれはね、このまるっとした肉巻きおにぎりはたこ焼き器がないとちょっと食べれないですね。たこ焼き器さえあればできるんですけどね。うんうん、おいしいな。え、てか見栄えも良くない？本当に一人暮らししていけるやん、たこ焼き器。気づいちゃった。たこ焼き器の可能性に。マジ？何？藤江さんの突っ張り棒。ネギもいいです、とっても。やばい、これベストレシピ出してしまったかもしれん。これ焼肉のタレが美味しいですよね、やっぱ。企業努力もう半端ない、キッコーマンさんの。企業努力の塊の味がする。めっちゃ美味しい。最高です。ネギとね、絡んで。お肉とも絡んで。いただきます。分量とか測ってる？分量なんざ測るっすね。だってお肉とお米にお肉巻いて焼いてタレかけるで終わりですよ。あと私測りがないんよね、家に。だからあの目分量クッキング意外といけますね。もそれで体重計あるわけないやん。体重計いつか買うのもありやなって思ったけど、ちょっとスペースなくなっちゃうんで。プロテインのね、計量カップがあることに気づいた。ありがたい。うん。あとファンの方からメモリ付きのボールもいただいたので、それでも測れますね。黄金率見つけたの。黄金率っていうか、まあ今ちょい
ちょっとずつかけてるからずっと黄金率ですよ。タレが美味しいから。なぜなら焼肉行ってさ、なんか全然美味しくなかったんだけどっていうことないじゃん。美味しい、全部美味しい、ずっと美味しい。ネギがね、いいね。このタレと絡むからとっても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 いい感じ。うん、今度フライパンで作ってみようかな。もうあと2粒になっちゃった。めちゃめちゃ美味しい。お腹いっぱいで寝れそうだ今日は。あと難点はこう動いた時にこうやってコロ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 転がっちゃうから気をつけてください。転がりがち。めっちゃ美味しいんですけど。もしかしてたこ焼きしか勝たん。この後ツイートした誰か見てくれるかな。ちょっと遅い時間さあんまツイート。うん、そうもまあと思うけど、明日ツイートしよっかな。バレンタインなのでなんか丸っこいもの載せておきますみたいな感じで。もう最後の一個になっちゃった。一口サイズってとこがまたいいよね。そう、なんかさお菓子とかもさ一口サイズだともっと食べたいってなっちゃう、なる心理があるらしくて、一口サイズのお菓子とかパクパク食べちゃうみたいな。それやんっていう。いっぱい食べれちゃうね。いいですね、グッドポイント。次が最後の一個になってしまいました。ありがとうございます。心を込めて食べたいと思います。いただいちゃいますね。いただきます。
しかも味噌玉に全部ネギ入れんでさ、肉巻きおにぎり用に残していたことからところからもう美味しいは始まっていたんだなと。うん、美味しかった。ごちそうさまでした。おいしいご飯に感謝。ご飯もありますし、これは明日、明日食べよう。明日ゆっくりやけんが、これも半分ぐらい食べたんかな。どんぐらい食べたんやろ。こう区切ってから分けたらよかったんだね、きっと。ご飯ってなんかギュッとしたらさ、チュッてなるけんさ、ちょっとないくらでも食べれちゃいそうって思いがち。水分も取りました。美味しかった。次は何しよっかな。たこ焼きキークッキング、アヒージョはとっても絶対に油が飛ぶから、アヒージョするなら普通になんかココットココットコレットココットみたいなのでやりたいけど、ココットは迎え入れる気はないので、まあ、いつかどっかでたこ焼き器でやりたいのは、あとは小籠包やりたいですね。そう、なんかいい感じらしい。であとはちょっと物が増えてきたので、お部屋の片付けとお掃除して、見て、ちょっと今あのオレンジの分量が最近増えてさ、ちょっとそれもあって帽子かぶっとったんやけど、なんか日に日になんかあのオレンジ味、あれなんかオレンジしかないってなってきたので、ちょっとこのここをちょっと増やそうかなっていう気持ち、何の報告っていう感じになっちゃいましたけど、これは半分ぐらいもう茶色にしちゃおうと思います。オレンジ残しつつ、そう、選抜仕事の時はオレンジっていうことでオレンジにしたの。なんかインパクトあっていいかなっていうか、オレンジの人って思ってもらえるかなとか思いつつ、普通の髪もまあ好きだから悩ましいところですね。クリアファイルあと15分、じゃあお知らせしますね。その君はもっとできるっていう16枚目のシングルが出たんですけど、久しぶりに選抜復帰して、
で今ね CD をその特設ページから買うと、あの思い出をねずっともっときっと出光みたいな感じのタイトルのグッズが出てて、今推しメンの思い出ギュッとずっとみたいな感じのクリアファイル付きの CD が出てて、そうめっちゃいい感じだったよね。それがでけん皆様ぜひあと15分 お買い求めいただけるようです。肉巻きおにぎり美味しそうじゃんね、めっちゃすごい自画自賛。味噌玉楽しみなんですけど、これからいっぱい食べる。あと内輪もねありますね。あ、こつつぶやいてる人いる。3月12日、即興劇団三角定規芦屋。芦屋の舞台さ、めっちゃ一回もう埋まってたね、見たら。だからさ、あ、嬉しいツイートいっぱいある。エアギターして、うちはちょっと告知、なんか告知するのはばかられるもんね。ちょっとあのエアギターしてっていううちわが今発売中なんですけれども、ちょっと増えちゃうと逆にいっぱいエアギターしないかんから、ちょっと告知するのちょっとはばかられるよね。はばかられるって合ってる使い方、たまに日本語ちょっと使い方。エアギターしてね、もちろんエアギターしてといううちわが見えたらエアギターしますよ、そりゃ。球体のものばっか食べとうな。金柑も食べとうしね。さっき金柑食べたっちゃん。食べたしねって言ったけど、配信中に別に食べてなかった。今日は食べたの見ましたよねみたいな感じで言っちゃうけど。そう、球体。宮崎のたまたまっていう金柑があって、そう、それをね、なんかおばあちゃん家にあったらしくて持ってきてもらいました。球体シンパシー懐かしい。球体シンパシー、丸い食べ物縁起物。そうなの。あと丸いものってさ、赤ちゃんがめっちゃ好きらしい。アンパンマンとか、声聞き。公園で不良生態ギターしてこ、いや本当にそれで乗り切りたいぐらいある、本当に。美味しそう。チーム H の衣装かわいい。 K4 の衣装結構ね、ここにだって天使はいるっていうタイトルにふさわしい衣装が多かった気がする。可愛らしい感じの。だから私この髪色あんま似合わんやろうなって思ってて、結構
ロック系の髪色だからちょっとどうしようかなって思ってるんだ。だからちょっと茶色の部分を増やそうかなって思ってたりして、ということは新書なんですか、どうなんでしょうか。やばい、明後日の投資リハに向けて、今日もね投資リハあったんですけど、明後日までにガチガチにもう固めてきてねっていう感じだったので、ちょっとやばいですね本当に。練習しようと、かわいい壇上の人みんな、あの君はもっとできる人を人ってアバターかわいい。おいしかったな、今日は何食べようか、いい一日でした。ちょっと疲れたなとかさ、大変やったなって思う時はやっぱ美味しいご飯食べてちゃんと寝るのが一番。昨日マジでちょっと追い込まれすぎてさ、ちょっと確認して寝らなって思ってさ、これオールで行った方がいいとか思ったけど、ちょっとだけ寝て朝方にもう結構限界だったので、今日は早めに寝て明日のね午前中とかに練習するのがいいかなって思うんだよね、深夜じゃなくてね。頑張らねば。これエケペディアってあるやんか、これなんなの。あ、すごー、吉本坂とかもあるやん。エケペディアってすごいね、みんなが書いてんのかなこれ、おのおののファンの方とか。そう、私ウィキペディアないからさ、エキペディアをたまに見てさ、その例えばオーディションとかで経歴を送んなきゃいけない時にエキペディアから引っ張ってきたりするんですよ。あ、このドラマ、あの舞台出たなとかドラマ出たなとか。そう、ありがたいよね略歴で。これさ、更新なんかキャラクターみたいなとこがさ、おはようしゅみかん、こんばんは、発作、おやすみの採用感、おめでこぽんです。みかん、もう昔の情報やん。今も言いますけどね、こんにちは、発作って。だって尾崎さんの、尾崎さんが私のことどう思っとるかみたいなやつ書いてあるけど、めちゃめちゃ昔のやつだもんね。すごい、ブログとか抜粋されてる。いや、これさ、え？ん？略歴？略歴でさ、え？ん？
略歴となんかキャラ人物すごい壁車とかも全部ある。ありがたいね。誰かが書いてくれたんかなこれ。ありがたき。ミュージックドラゴン懐かしい。あ、バラエティ番組とかはもう昔のしかないね。HKTV とか青春体育部とかはもう書いてないわ。ちょっと誰か書いとってこれ。みんな自由にできるんかなこれ。どういう。すごーい。すごいね。ありがとうございます。美味しかったな本当にね。とても大成功でした。皆さんはどんな一日をお過ごしになられましたか。ちょっと髪染めていい感じになったらメールに送ってみますね。暗くしよう。ちょこっとこれクレッスンの時とかにさ、こんなんなってさ、めっちゃオレンジやんって思いながらレッスンしとった今日。あー疲れた。お疲れ様です。じゃあランキングを読もうかしら。楽しい星なんやろ。楽しい星カット。楽しかった。楽しい星が気になるところではありますか。ランキングを読みたいと。あとさ、肉巻きおにぎりで思い出したけどさ、あれバーベキューの時しかできんとかいな。バーベキューの時か。みたらし団子にさ豚バラ巻いて焼いたら美味しいらしい。今年の夏バーベキュー行けたらやってみようと。読みます。13位から。え、かわいい。並んでる君。やばい。右めっちゃ君はもっとできるアバターだ。13位から読みます。ケネスノブハルナ夢のカスタネット。たたたたた。やばい、靴つまりすぎた。夢のカスタネット。たたた。うち鉄ヤマポ松ぼっくりニンニンニンプニー龍がベスト3が3位が肉。ありがとう、美味しかったの。そして2位がサンガ。ありがとう。そして1位がネル。ありがとう。生チョコをタッパーに、生チョコをタッパーいっぱいに作ったら取れなくなりました。じゃああれもうあのさ、業務用のアイスみたいな感じでこうやって食べるの。誰かにあげるのかな、食べるのかな自分で。最高じゃんね、いっぱい生チョコ。いいな。私は作れてチーズケーキかな、作ったとして。クリームチーズとね。おやすみフィーちゃん、いい夢見てね。明日からもまあ十分頑張ってると思いますので、うん、ゆったりいきましょう。
おやすみ。